琉球タバコの広告。左から、Z、ウルマ、バイオレット、ピンク、プロバー。広告右下の説明文には、工場規模とタバコ生産量、日本本土へのタバコ輸出実績が紹介されている。ウルマは、日本タバコ産業が、沖縄県向けに製造、販売する、紙巻きタバコの銘柄の一つである。フィルター付き、ソフトパック。ウルマは、方言で、ウル。 まとなり、サレキ等のい。タバコ税の分類上は、旧産休品に当たる。癖の強いタバコではあるが、沖縄県内では、中高年層を中心に根強い支持を受けている。太平洋戦争後、アメリカ軍占領下にあった沖縄では、タバコの製造、販売が民営化されており、延べ4社のタバコメーカーが存在した。その一つで最先発、最大手の琉球タバコは、 1956年に、両切り紙巻ピンク、1958年に、初のフィルター付き紙巻コロナを発売して、沖縄市場での地方を築いていた。ウルマは、同社から1960年に発売された、廉価版のフィルター付き紙巻銘柄の一つである。発売された年には早くも日本本土向きに輸出され、これは、沖縄産タバコとして、 初の日本向け輸出となった。1972年には沖縄県の日本復帰に際して、本土同様に日本専売公社によるタバコ専売制を敷くことになり、当時存在していた3社のタバコメーカーは日本専売公社沖縄事業局に吸収された。しかし、従来から馴染まれてきたローカルのタバコメーカーを急に廃止するのは問題があることから、公社は 人気銘柄であった、ウルマ、バイオレットや、ハイトーンなどを、引き続き、沖縄県内専用銘柄として、継続生産、販売することになった。専売公社が民営化により、JT となった後も、沖縄県内限定で販売が続いている。また、沖縄県外においても、全国タバコショップリーダースクラブに加盟する、タバコ販売店にて入手できる場合がある。2004年に、 JT 那覇工場が閉鎖されたため、それ以降の生産については、沖縄県外で行われている。旧産休品に設けられている、タバコ税の軽減措置が2016年4月以降、段階的に縮小、廃止されるために値上げされ、2018年4月1日より一箱360円となる。JT は2019年7月、 旧産休品街頭で全国販売されてきたゴールデンバット若葉エコーにつき同年10月以降在庫限りでの販売終了を発表したが同時にウルマについては沖縄県における人気の根強さからタバコ税軽減を外れた後も引き続き紙巻きタバコとして販売を継続することを表明したエンブレム風な金色のタツの落とし事 ウルマという縦長のロゴとをあしらった古風なデザインのパッケージを発売以来長年にわたって続けてきたが2005年に警告文の表記に対応するため手書き風のウルマ、ウルマというロゴにイラスト調の赤いタツノオトシゴという新パッケージになったこの新デザインには批判も多く特に沖縄県内で物議を醸した発売年月日は、 0戦倍公社としての発売日なし沖縄には、タバコ工場はあるか、琉球タバコはあるか。レファレンス共同データベース沖縄県立図書館、琉球タバコ、オリエンタルタバコ、沖縄タバコの3社。民間企業としての各社は1972年に保証金を受けて廃業した。TLC 加盟タバコ販売店一覧。ありがとうございます。